柳井市の干拓地で毎年桜祭りを開催している市民団体があります。満開の時は桜のトンネルができる場所、地元を盛り上げたいと活動する男性を取材しました。柳井市南浜、江戸時代に海岸を埋め立てた干拓地です。そばを流れる筒石川の河口には40年ほど前に植えられた桜並木があります。開花すれば遊歩道沿いにおよそ500メートルの花のトンネルができる柳井桜土手です。結構風が強いからですね、あれが落ちたりちょっとするんです。だから見に来ないか。この場所を整備しているのが市民団体の柳井桜土手を守る会。会長の大野重則さんが来月の桜祭りへ向け準備を進めていました。そうですね、まだまだこれなら大丈夫ですね。4月2日の桜祭りまでは十分まだ持てます。桜祭りを始めたのは17年も前です。大野さんは柳井市の出身。海上自衛隊での護衛艦乗りや専門学校で教鞭を取った後、25年前に地元に戻り清掃ボランティアをしていました。だから結構ゴミがたくさん落ちとったと、空き缶とかゴミとかでね、いうことで、そういうのを我々ここだけじゃなくて柳井市内をずっとゴミ拾いして回っておりましたんで。清掃活動をしていた時に桜土手を花見の名所にしたいと地元の自治会長から相談を受けたそうです。いや、イベントをやろうということで始めたんですが、歌手呼んだりいろいろちょこっとしたりですね、で それがスタートなんで。17年前の桜祭りは数人で始めた小規模なものだったそうですが、今は賛同する多くの仲間がいます。神楽やダンスなど市内の団体が多く参加し、来場者も年々増えているそうです。柳井の本当お祭りになりました。イベントがものすごい多くなりまして、今回は本当、ありがたいことです。今からはここをですね、憩いの場にしよう、また皆さんの花見の新名所にしよう、それとそういった観光のあれにもしますし、市民活動センターの皆さんの発表の場でもあるというふうにしてやれば、非常に素晴らしい柳井市の活性化ができるというふうに思ってやっております。桜土手のすぐ近くには古い社が残されています。いや、もうね、草を要するに刈ってないから、ここは小さな笹、これが入るで、そうするともうここ辺を見えるようになって、はい。大都市神社は何年も前に御神体が移され藪に覆われていたそうです。桜土手を整備する途中で大野さんはこの社にまつわる悲しい言い伝えを知りました。度重なる堤防の決壊に昔人は神の怒りだと思い込み、人柱を立てて神の心を和らげようとした。その人柱に選ばれたのがおとしという裏若い美しい乙女であった。江戸時代の干拓工事の時、堤防が決壊し多くの人が命を落としたと言われています。当時の人たちは災害を鎮めるため若い女性を人柱として神に捧げたと記されていました。で、これも聞いたらずっと前の自治会長さんがこれを作りましたと、今じゃなくてその前の前のですね、そこまで掴んだんですが、じゃあこの文句はそういうあれが残っとるかと、
文献なんかあるんだったら言えないんですと、人伝いで要するに来たやつをまとめたもんですと、まあ、こういうことなんです。言い伝えが本当のものか分かりませんが、神社の狛犬には江戸時代の年号が彫られています。桜土手は柳井市の桜の新名所にしようということで始めました。でこの大都市神社も桜土手も憩いの場所であれ観光の名所にしようと、そういうふうな歴史というこれを皆さんに知ってもらおうということで我々はやっております。昔の歴史を知り地元を盛り上げようと、大野さんはこれからも活動を続けるといいます。土手の桜は例年より早くほころび始めています。いや、柳井の桜にそんな言い伝えがあったというのは初めて知ったんですが、ちょうど県内では昨日の午後ソメイヨシノの開花が発表されました。込められた思いとか積み重なってきた歴史に思いを馳せて見物に出かけるのいいかもしれませんね。コロナが、ね、少し落ち着いてきたこの時期ですからね、多くの人に訪れていただきたいなと思いますよね。柳井桜土手の桜祭りですが、来月2日に開催されるということです。500メートルもの桜並木をぜひ皆さん楽しんでみてはいかがでしょうか。